多数の皆様、ご視聴ありがとうございます。定刻となりましたので、IEICE、ICT、パイオニアシリーズウェビナーを始めます。私は本日の進行を務めます、進学会前総務理事の岡と申します。よろしくお願いいたします。本日はパイオニアシリーズ第52回としまして、NTT フェローの宮本豊様より、大容量陸上光通信ネットワークの研究開発、テラ BPS 級リンク容量の研究開発、実用化からペタ BPS 級リンク容量を目指してと題したご講演を賜ります。この配信は皆様より直接マイクでご発声いただくことはできない設定となっております。ご講演に関する質問がございましたら、ズーム画面下の Q&A 欄に質問をご記入ください。講演終了後に私より皆様のご質問を読み上げ、宮本様にご回答をいただく形となります。それでは宮本様のご略歴を紹介いたしましょう。宮本様は1986年に早稲田大学工学部電気工学科をご卒業され、1988年に同大学院修士課程を修了されました。その後、NTT 伝送システム研究所に入社し、陸上大容量光伝送方式の研究開発と実用化に従事されました。以来、NTT 未来ネット研究所のグループリーダーや上席特別研究員を経まして、2020年より NTT フェローとして、ペタビット級リンク容量の実現に向けた、スケーラブル光伝送基盤技術の研究開発を牽引されております。当学会の業績賞や功績賞はもちろんのこと、令和3年の喜寿褒章に輝きまして、今もなお最難関会議である OFC や ECOC のコステッドライン論文に採択される成果証書に、貢献し続けておられます。本講演では、進化を続ける大容量通信の歴史と展望を語ってくださることと思います。それでは宮本様、よろしくお願いします。ちょっとお待ちください。見えておりますでしょうか。はい、出てます。はい。それでは始めたいと思います。皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました NTT の宮本です。本日はこのような講演会をいただきまして、企画委員の皆様に感謝いたします。タイトルは大容量光陸上光ネットワーク通信ネットワークの研究開発と題しまして、主に私が関わりました研究開発実用化を中心にご紹介したいと思います。この図は光通信システムの適用領域を示しております。改定、国際通信ネットワークから国内長距離ネットワーク、さらにはアクセスネットワークや、将来的には HAPS や衛星間通信といったところに、などのですね、ノンテレストリアネットワークへの展開が期待されています。本日の私の講演はですね、主にコアネットワークの部分を中心にですね、その編成について、ご紹介したいと思います。この図は国内におけるですね、陸上光ネット、通信システムのこれまでの進化を示したものです。これまでさまざまなパラダイムシフトを起こしたですね、要素技術を重層的に積み上げることでですね、40年で、約100万倍、6桁以上の大容量化が実現されてきました。本講演のキーワードであります、光変幅長時代、技術ということで時代分けいたしますと、大きく4つの時代に分かれます。1つは、半導体レーザー、LD の直接延長、直接研波。第2世代は、外部変調、直接研波と。第3世代としては、多次多動位相変調チェーン研波技術、そして現在のシステムに実用化されています、デジタルコーヒーレントとなります。私が入社したのはちょうどシングルモードファイバーがあと使ったですね、多逸モードリーフレーザーを使って、ギガビットクラスのシステムが実用化された第1世代の技術が確立した1988年でして、第2世代の研究が始まる1988年に入社いたしました。本日の講演のアウトラインです。主に第2世代から第4世代、さらに将来技術について、主に私が主に関わりました第2世代を中心にですね、技術の背景、変遷をご紹介したいと思います。それでは入社当時のですね、光伝送システムの概要や、
本分野の私の活動についてご話したいと思います。入社した時点ではですね、1985年に、日本縦貫光ファイバーケーブルというものが完成いたしまして、87年にはですね、低損失の 1.5 ミクロン帯を使った、再生中継システムとして、1.6ギガビットのシステムが実用化されています。このシステムでは80キロごとに再生中継ということで、一旦電気信号に変換しまして、タイムクロック抽出でデータ信号を識別再生して、長距離伝送するというようなシステムが確立されておりました。いわゆる再生中継システムというものです。また入社した88年はですね、先人の皆様の尽力が実りまして、電話網の相互接合を可能とする世界初のですね、国際標準 G.707、韓国が合意されまして、SDH といわれるシンクロナスデジタルハイアラキに準拠した新たな再生中継システムが実用化されておりました。SDH とはですね、ご存知のように電話トラフィックを効率的に使用する、階層コードネットワークの総合接続インターフェースを規定したものでして、入社当時は STM1、STM4 といった600メガまでのですね、改善が合意されていました。図に示したようなフレームコードでして、データフレームの同期を取るためのオーバーヘッドバイトと、各中継管と、多軸管を監視するための管理バイトが具備されていました。電話トラフィックを使用するための最小単位である、ISDN の B チャンネルですね、64キロビットを基準にしていますので、伝送と、速度によらずですね、フレーム周期を125マイクロセックということで、音声帯域の場合の 8kHz になっています。当然、それ以降の高速チャンネル回転もですね、この形式をベースに検討が進むことになりました。で、その、研究開発の次の目標はですね、88年当時はですね、1波110ギガビットの高速化に向けた研究開発がスタートしたということで、今後 EDFA と呼ばれる革新技術をのプラダイムシフトの時代が幕開けいたします。その中で、ちょうど88年にですね、ゲームチェンジを起こした光ファイバー技術が登場いたします。皆さんご存知のように、この研究開発実用化の功績でですね、NTT の OB の中田先生と萩本様が昨年、日本国際賞を受賞されたと思いますが、この EDFA というものはですね、非常に高帯域、低雑音、高出力といった理想的な光増幅系特性を持っていましたので、当時、本命技術として思われていました、コヘレント光通信というものを用いなくても、通常の従来のです、ね、オンオフ変調で交換の受信ができるようになったということで、コヘレント、方式というのを実用化が棚上げになりまして、新人の研修から帰ってきた翌年の89年にはですね、すでに私の所属する、チームでは、従来のオンオフ変調を使った1波10ギガビットの光属中継システムの研究開発がスタートしておりました。新入社員として、一つのキー技術がですね、研究開発の方針を変えるだけでなく、世界中のですね、研究機関の組織まで変わっていく様に、非常に大きな衝撃を受けたことを覚えております。で、光増幅器のですね、実用化が新たにもたらしました、革新技術の一つとしまして、それまでのですね、LD 直接変調に代わるですね、外部変調方式というものが実用化されたことです。外部変調方式自体はそれまでもですね、高速変調方式として研究開発されてきましたが、非常に損失が大きいということや、動作性の制御にですね、実用上の課題がありました。しかし、光増幅器のですね、実用化によりまして、変調器の損失を簡単に保証しまして、かつ、無歪みでですね、超高速信号を、数十ギガビットのですね、信号を出力可能になりまして、かつ変調信号のですね、飛躍的な高速化と、あと高性能化というのに道が開かれたことが指摘されます。中でもニオム三リチウム結晶を用いた、ハテンダ変調器というのは現在まで広く実用化されていますけれども、10ギガビットの光属中継システムで初めて96年に実用化されています。図のようにですね、半導体レーザーの連続波進行から光分岐いたしまして、LN 結晶のですね、位相変調部に総合的に、電解を変化します。電気工学効果によってですね、電解に比例した位相変調、デルタファイを受けてですね、盗聴で、2つの位相変調信号を合波しますと、このような形で、電解のコサイン、余弦、周波数
位相シフトという形の簡単な構成になります。まあ、結果として、電解ベクトルはですね、このようにリアルパートのみ持つようなきれいな工程列車になりまして、位相シフト量を2分の π に設定しますと、0と E0 を遷移する強度変調、π に設定しますと、E と E-E を遷移する位相変調が簡単に、生成できることが分かります。またこのような中でですね、私が新人のテーマとして担当したもの、技術としましては、10ギガビット級のシステムに向けた、光電気集積送信方式の研究開発でした。当時はデバイスの信頼性や、性能確保の観点で、各デバイス個別にパッケージ化、実装されて、それを実装するという形でしたけれども、こういった10ギガビットをですね、の超える信号速度でですね、光で、そして電子デバイスのインピーダンスの不整合というものによって、波形が顕在化するということで、光デバイスと電子デバイスをこのように近接させてですね、集積実装することが求められていました。新人の研究テーマとして、回路シミュレーションからチップ RF 実装までですね、取り組ませていただきまして、当時、レーザーの直接変調、直接研波方式として、1.3ミクロンでですね、このような、フロントエンドで、電子デバイスと光素子をですね、集積化したモジュールをというのを試作いたしまして、1.3ミクロで80キロの転送というのに、実証に世界で初めて成功しております。このような光電子集積型のフロントエンドというのは、現在の10ギガビット以上のフロントエンド技術も広く使われる技術になっています。しかしながら、こういった技術はですね、L.5 の導入によって大きく設計変更されまして、フロントエンドの回路の雑音設計や、ダイナミックエンジン設計というのが大きく変わることで、それに応じたですね、受信回路の、に発展させていくということで、90年代の中頃にはですね、UDFA を用いた 40Gb 級の2次の、強度変調直接変調モジュールというもの技術の確立にも、ほぼ、成功しております。そういうような中でですね、入社後、10年近く経った96年にはですね、UDFA を用いた世界初の SDH 国際標準準拠のですね、10Gb 中継システムが実用化されます。見てわかりますように、再生中継システムに比べまして、極めてシンプルな構想でですね、再生中継距離を大幅に延伸しまして、2.4Gb では 640km、10Gb では320km が実現されております。当時はですね、波長分散保証という技術がまだ成熟しておりませんでしたので、分散子のファイバーのですね、0分散波長の1.5ミクロン付近のですね、数十ギガヘルツ帯域を使って光増幅中継しまして、当時誤り訂正符号というのは使いませんでしたので、外部変調方式によって10ギガビットのスクランブル日の NLET 符号をですね、ビットエラレート10のマイナス15乗という非常に高頻率で伝送するというシステムでした。一方ですね、当時の情報サービスの主体というのは電話サービスでしたので、10ギガビットですと約電話回線13万回チャンネルということで、地方の、1件分のですね、容量に匹敵するということで、当時ファイバーケーブルも、陸上は100信以上ありましたので、しばらく大容量システム開発、研究開発は必要ないのではないかというような話も聞かれまして、実用化に関わった担当者としてはやや残念な気持ちになったことを覚えています。ところが、95年から96年にかけまして、通信業界で大きな変化が起きておりました。北米ではインターネットの接続が完全に商用化されるということや、パソコンコンピューターが普及しまして、ウェブブラウザーというのは無料配布されるなどですね、国内でもインターネットトラフィックというのは、両者が非常に急増してきておりました。国内でも地域にですね、急に ISP のプロバイダーの拠点が林立するということで、98年からですね、地域にも10ギガビットの ADM リングシステムというものが相次いで導入されるということで、データトラフィックに向けての投資が、国内および世界中で加速していきます。この急増のデータトラフィックを使用して経済的な大容量ネットワークというのをコアネットワークで作るためにですね、1波長あたり、2.4ギガビット、あるいは10ギガビットの波長多重システムというものが飛躍的に発展していきます。それまで、1つのファイバーで、1つの1波長を送るというシステムに比べまして、明らかのように複数ので、波長を束ねて転送して、1つの個体機増幅で、一括増幅集計していくということで、中継機のコストを大幅に削減し、大容量化が実現できます。
この実験にはですね、抗体貴族という新しい技術とともに、量産性の高いですね、高密度波長多重高分波技術、さらには、リトクト化フィルターや、分散保証と、分散マネジメントを駆使してですね、神経効果を介したチャンネル間クロストークというのを抑圧するような、さまざまなシステム技術が実用化されております。それでは2番目のですね、私が最も深く関わった1波40ギガビットの波長多重システムの加害について、まず90年代の半ばのですね、時代背景をお話したいと思います。今ではですね、考えられない世界ですけれども、私が出向しました94年ぐらいにはですね、インターネットもなくですね、電話とファックスがメインの時代でありました。それらの時代の背景のもとですね、2年間の、研究経験、出向からですね、研究所に戻って、この第2世代のですね、40ビットシステムの、研究開発のチームに、携わることになりました。出向から帰ってきた97年にはですね、研究所を取り巻く状況は大きくですね、3つの観点で一変しておりました。一つはですね、データトラフィックの急増によって、再通信市場のグローバルが展開、グローバルがかなり非常に進みまして、国内ベンダーさんのですね、関心が国内市場から海外市場で大幅に転換していった時代です。二つ目はですね、WDM、デソ技術というのが実用化され始めまして、従来の TDM 高速化に代わる大容量方式として、研究開発から実用化に移ってきましたということで、超高速化に向けた開発投資というのが、非常に低下してきたということで、当時 4GB を始めるとはちょっと非常識じゃないかというようなことを面と向かって言われたことも覚えております。さらに3点目としましてはですね、NTT の中に書いた話ですが、99年の7月に NTT が分社化されまして、研究所内の組織もですね、大幅に見直されて、それまでのように研究所での開発した技術というものが必ずしも事業部で、導入されるという方程式が成り立ったというようなことがあります。当時の幹部はですね、上記のようなグローバル化とか、分社化の対応した、戦略としまして、4ギガビットシステム技術をですね、より俯瞰的な視点で、国内のみならずですね、グローバルに、売れる技術ということで、位置づけまして、従来のですね、研究開発スタイルをですね、大きく変えるような試みを始めました。私は当時ですね、四国からも戻ってきまして、取り巻くと、この枠組み取り巻くとめとの幹事役ということで、担当するのは、管理職としての仕事となった次第です。ここではですね、従来の NTT のトップダウンで、開発、調達するというようなものではなくてですね、力のあるですね、国内キャリア、ベンダーの研究機関の皆様とお互いにですね、イーブンの立場で、共同実験、共同開発を進めて、開発パートナー作りというものを進めることやですね、通信キャリア間の共通仕様というのを策定しまして、国際標準化を通して市場拡大を図るといったこと。結果として、国際協力に、競争力に、思ったですね、グローバルに売れる 4GB 級のシステム、あるいは部品技術を創始するといった枠組みだったと思います。こういった枠組みは、今の、いわゆるオープンイノベーションの先駆けだったのではないかなと、振り返ってみると思います。その議論の枠組みの第一歩としまして、新学会の、OCS 研究会、光通信システム研究会のもとにですね、4ギガビット光伝送技術研究会というのを組織しまして、97年頃からですね、国内のさまざまな研究機関と自由な討論や知見の共有、さらには共同実験を進めました。この図はですね、オープンイノベーションの成果としまして、98年に、世界初の SDH 国際標準に沿ったですね、40ギガビットでの相互接続実験に成功した時の写真です。NTT は、インジグリーンのですね、超高速データファイルを提供しまして、ここに示します。様々な企業はですね、各々の得意な機械送信機、機械受信機、測定機というものを分担いたしまして、結果としてですね、共同実験を通じて、RTSF をなしで、送信性能の、構成の可能みでですね、100キロメートルの伝送をエラーフリーで、実現したというものです。このような枠組みの中でですね、SDH のですね、国際標準、というものにのっとった光属地系システムの研究開発を進めるうちにですね、
むしろ 4GB でその様々な困難な課題に直面します。まあ、ここでは先に、ここから先はやはちょっと複雑ですので、大まかなサマリーをまとめてみました。伝送方式のキーワードとしましては、WDM 非ネットワークのためのですね、高速データ変幅長技術の進化ということになります。第一はですね、40Gbit 信号を WDM ネットワークで安定に伝送するためにですね、光通信システム実用が当初から使われてました強度変換直接検波 NRZ という符号形式をですね、大幅に見直すという必要がありました。また第二にですね、SDH という非常に優れたですね、電話主体の総合接続コース国際インターフェースというものに変わりまして、データ主体のですね、WDM ネットワークを管理可能なですね、総合接続インターフェースというものを策定する必要があったということになります。各々の技術はですね、10Gbit あるいは 40Gbit において、実用化されていくことになります。このリストはですね、40Gbit チャンネルベースの WDM を実現する上でですね、の技術課題リストです。まあ、現時点で振り返ってみますと、非常に多岐にわたって、技術的な困難が予想されます。まあ、しかし、当時の私はですね、まあ、経験不足だったこともあって、まあ、40Gbit 伝送が必ず次に来るよと信じてまして、まあ、振り返りますとですね、若くて、まあ、何も知らなかったということとともにですね、目標を、まあ、共有してですね、検討を前に進める、まあ、優秀なチームメイトやですね、先輩方のですね、に恵まれたということが、まあ、一応無心に前に進めた原動力だったように思います。ということで、私が手始めにですね、始めたものが、太字のハイライトした研究課題に対するですね、検討でして、まあ、それが光変調符号の改良になります。この図は SH 標準でのですね、スクランブル日 NRZ 符号の様子を示しています。まあ、この青い図に示したように、NRZ 符号というのはデータとデータの、電気のデータ信号と同様にですね、シンボル境界で連続的につながると、アークビットがつながってゼロに戻らないという方式で、当時はですね、急峻な周波数ロールオフを実現するデジタルフィルターできませんでしたので、まあ、コサインロールオフフィルターでアルファ1のような非常になだらかなですね、ロールオフを取得するベースバンド信号を用いる必要がありました。結果としてですね、NRZ 信号の所要帯域というのは、まあ、ビットレートの2倍、信号速度の2倍程度必要になります。まあ、これに対して RZ 符号というものは、シンボル化境界でですね、このピンクのように必ずゼロに戻るという符号です。で、当時は様々な検討で、40Gbit の伝送性能を、まあ、向上できる可能性があるということで、有望視されていました。まあ、しかしながらですね、ベースバンド信号でこの信号を生成すると、まあ、送信回路に、まあ、2倍以上の交代間必要となります。また、まあ、このためですね、2台のですね、共同延長器をこのようにタンダムに接続しました共同延長器を用いまして、1段目で NRZ 符号、2段目でパルス化するということで、RZ 符号を、まあ、生成するのが一般的で、形式でありました。まあ、このような中でですね、同時期時代に、まあ、検討されたパーシャルレスポンス符号を応用して、マーセンダ変調器で新しい延長方式として光のデュバーナル符号というものが注目され、提案されます。マーセンダ変調器はですね、このように動作条件を変えますと、位相変調と強度変調が同時に行うことができます。それで、ベースバンド信号の3値のデュバイナル信号というものを、このマッハ変調器に、この特性にマッピングいたしますと、3値の振幅変調、電解の振幅変調という形で変換されますが、強度で見ますと、2値になるということで、2値強度変調符号として通常の NRZ 符号に比較しまして、まあ、帯域が削減でき、WDM システムにの向上が期待できていました。たまたま、デュバーナル符号の発明者の米永さんがですね、私のグループに移動してきまして、いろいろ議論するうちにですね、この性質を利用して、RZ 符号の体系発しかできないかということで、考案しましたのが、同時方式でよく用いられてました、AMI 符号というのをうまく適用しますと、このような形でですね、RZ 符号の体系成果ができるということを思いつきました。そうですね、手始めにですね、簡単な RZ 符号のパルス変調過程にこういった過程を導入することで、
大気圧縮を図ったものが CSR とキャリア抑圧法と呼ばれるものです。シンボルレートを2倍にですね、延長することで、2分の1の制限波で延長することでですね、勾配総延長を導入します。そうしますと、キャリアが抑圧されて、大気圧縮ができるということになります。さらに、このデータ変調にも、10倍内変調符号というものを適用しますと、さらに、マークビットごとに相反転変調が得られまして、AMI 符号と同様のですね、変調符号が得られるということで、まとめますとですね、このような大気制限制御した RF 符号を使ったベクトル比較において、従来の RF 符号では4倍のシンボルレートの大気が必要だったのが、CSR ラットや DCSR ラット符号ではですね、最大2分の1まで大気を圧縮することができまして、従来の NRF 符号と同様のですね、大気に、収まることでですね、40Gbit を用いても RF 符号で 100Gbit の WDM 連続ができる見通しが立てられました。そこでですね、こういった符号を使って、WDM 連想実験を行った結果ですね、実験結果を見ると、NRZ 符号では SN 劣化と、当時、チャンネルパワーを上げていくと顕在化する、自己位相変調効果という非線形効果でですね、非常にパルスの歪みが NRZ 符号では顕在化して、それができなくなることに対しまして、RZ 符号は非常に安定な信号連鎖ができてですね、CSRZ 符号ではさらに、チャンネルパワートレーナンスを上げられるということが検証できました。私、この実験ではですね、SDH レートでのチャンネルパワーを上げることで、所用の OSNR を実現するという方向性を実行していましたので、当時の光増中継機の出力パワーを考えてもですね、10チャンネル程度の WDM 伝送が限界であろうということで、新たなですね、チャンネルパワーを下げるための新しい技術を導入する必要性が、出てきました。SDH レートの延長方針の改良のみでですね、こういった SNR を改善するという方向性の限界が見えてきたということになります。このあたりからですね、冒頭でお話しました WDM ネットワーク管理を想定した相互接続国際標準の検討が活発化いたします。冒頭に説明しましたようにですね、88年入社以来ですね、通信キャリアの相互接続インターフェースというのは SDH が神様でありまして、当時2000年代に向けてですね、40Gbit の多重化外帯の標準化も進んでました。ところが SDH ではですね、1チャンネル用の管理バイトが定義されているのに、多重化の基本はですね、電話取引の主体になっていました。このような中でですね、90年代の半ばには、波長パスを用いました、WDM ネットワークのアーキテクチャが提案されまして、WDM ネットワークを用いたですね、データ主体のですね、次世代ネットワークの構築が盛んに検討され始めました。これしもですね、ITU-T の国際標準化委員会でですね、WDM ネットワークの新たな相互接続インターフェースの集中議論が始まりまして、NTT もですね、積極的に提案活動することでですね、2001年にはですね、新たな OT、オペラトランスポートネットワークというものが国際標準として、初めて定義され、合意されます。OTN はその後もですね、現在に至るまでですね、100Gbit 以上の、超高速データ信号を多重使用する基盤として今なお発展を続けています。しかしながらですね、40Gbit というところまで、こういった OTN データフレームを、適用する場合にはいくつか問題がありました。まず、OTN、データフレームの特徴をお話したいと思いますが、第一の特徴としましては、波長多重管理用の専用のオーバーヘッドがあるということで、ネットワーク管理ができると。第2はですね、多様なデータ信号を多重使用する対応のペイロードを実現しまして、将来の高速データ信号のフレーム同期が取りやすいですね、フレーム周期間でシンボルレートとともに短くなってくるような構成。さらに第3特徴としましては、波長多重ネットワークの雑音累積が問題になります、信号劣化に対して、非常に強力な誤り訂正符号というものを具備するということが、その特徴の課題、中心でありました。しかしながら 40Gbit をですね、こういったフレームフォーマットを適用しますと、従来の SH に比べまして、7%以上ですね、ラインレートを高速化しなければいけないところで、そのハードウェア実現性等に、いろいろ議論がありました。
まあ、そこでですね、40ギガビット級界の、まあ、管理機関と共同実験等を通してですね、そういった43ギガビットのハードウェアの実現性というのをいろいろ検証することで、国際純化とパラレルにですね、そのエビデンスを積み重ねてきました。さらにですね、新しい提案した CSR レッド符号といったものを使った40ギガビットベースのですね、超多重伝送実験を使いまして、その、有効性とですね、ハードウェア実現性を、まあ、伝送実験で明確化するということで、OEC の2000年の3月にですね、そういった発表を、することができまして、こういった40ギガビットのですね、信号回転に、の陸上の、信号回転にですね、誤り訂正符号というものを用いることへの、まあ、障壁というか、アレルギーというものを払拭することと同時にですね、まあ、様々なハードウェアの実現性と、誤り訂正符号の実現性というものをですね、実証することで、まあ、国際標準化にも、間接的な貢献ができたと思っております。もう一つですね、ITUT において国際標準化の議論を円滑に進めるためにはですね、日本だけでの単独提案で合意を得るというのは、まあ、至難の業であったと思います。まあ、そこで当時 ITUT のですね、日本代表委員でありました富澤さんが中心になりまして、長尾さんらと尽力させていただきましたして、ドイツセレコムと良好な連携関係を構築することでですね、2001年にですね、G.709 ということで OTN という国際標準インターフェースが WDM ネットワーク時代のですね、相互接続インターフェースとして国際標準化されました。こういったキャリア間連携というのは、その後の 40Gbit システム以降のですね、普及に向けての様々なキャリア間連携を始める、短所になったのではないかと思います。次にですね、技術課題の懸案事項になっていた、大きな原因になっていた波長分散特性についての技術に、検討についてお話したいと思います。ご存知の波長分散体力というのはですね、振動速度の事情に反比例して、減少します。結果として振動速度 40Gbit は同じ振動レートです。符号を使いますと 10Gbit に比べると、共分散トレアンスというのが、16分の1にまで減少してしまうということで、まあ、光ネットワークで所要のパスをですね、迅速に設定するということではですね、極めて高精度で受信端のみの残留分散モニターをしてですね、自動的に分散保証をするといった技術を経済的に実現する必要がありました。で、この図はですね、局所分散の波長分散が小さい分散質ファイバーとか、ノンジェルディスパージョン質ファイバーで分散、残留分散とですね、出力パワーのによる、まあ、マップ受信間ドレッカーというのを示しています。例えば NRZ 符号で1チャンネル伝送しますと、受信間のスリープスポットがですね、0分散波長から大きくシフトしますということで、単純に0分散にトータル分散を投下するということではですね、伝送ができなくなります。また、そのまま WDM 伝送しますと、受信間が大きく劣化するということで、これは、クロスフェーズモジュレーションと言われるものと分散の相互作用によって、こういった大きな受信間の劣化が生じるという課題がありました。それに対してですね、RZ 符号の、例えば CSRZ 符号を使いますと、チャンネルペアの変化やチャンネル数の変化によるですね、伝送特性の変動というのは非常に少ないということで、単純にですね、全分散と、トータル分散を0にするということで、アンテナ伝送ができることが分かりました。まあ、そこでそういった性質を使ってですね、自動分散、受信端の自動分散保証方式を提案いたしました。CSR2O の時に言いましたが、その辺長スペクトルにはですね、シンボル間距離が極まれた2つの規制スペクトルがあります。まあ、この、スペクトルにですね、あらかじめ、直接延長で等辺長をですね、微小な等辺長を加えることで、その受信端でですね、等辺長の位相、を抜き出して、その位相比較をすることで、システムをですね、残留分散の符号と絶対値をモニターすることが可能になります。このモニター結果からですね、可変分散保証デバイスを制御することで、受信端の信号のやり取りをせずにですね、受信端のみで自動分散保証を40Hz で実現するという方式になります。この結果はその自動分散保証方式の結果でありますが、等辺長周波数を 1GHz 程度に設定することで、
残留分散量としてプラマイ7ピコセコンパーナノメートルのですね、広い、均一範囲と、非常に高精度で分散保証をゼロに投下できるという方式、ことで実現できました。この方式をですね、当時、比較してました40ギガビットの OTM インターフェースプロトタイプ式に実装して、その有効性を確かめました。ここではですね、波長立ちネットワークを模擬して OADM を挿入しまして、3ノード構成でですね、分散ストファイバーの敷設連装炉を使ったフィールド実験を行いまして、任意の波長、100ギガビット間隔の WU ネットワークを使って、任意の波長や任意の方路でですね、40ギガビットの光パスというものを確立できるということを実証しました。こういったフィールド実験を通して、ほぼ40ギガビットの要素技術のというのを確認できまして、2000年頃には、そろそろ40ギガビットの WU システムの実用化に向けてですね、グローバルな機運が高まるというふうに期待しておりました。そんなところでですね、2001年にはですね、IT バブルが崩壊しまして、グローバル市場が急速にしぼんで、40ギガビットのシステムの実用化の動きも完全に止まってしまうということで、多くの開発パートナーやですね、知人がですね、私も含めて、厳しい状況に向き合わざるを得ない時代となったことを覚えています。ちょうどその頃ですね、初心に立ち返るということで、学会のいろんな幹事とか委員長というのを、担当する人になりましてですね、で初心に戻って、連装特性の改善に向けて、研究会を作るということで、光通信用のですね、デジタル偏復長方式の研究開発を立ち上げまして、本部や仲間づくりというのを再び始めました。当時は RZ4 のですね、大気制御の検討を行う中で、作動位相変調符号との関係性というのが深い関係があるというのをたどり着きまして、IT バブルが崩壊した頃からですね、作動位相変調というものの可能性を検討し始めました。この図はですね、日のですね、RZ 位相変調符号、人権パ方式と、通常の RZ 符号の共同変調符号を比較したものです。見てわかりますように、受信回路は非常に複雑になるということで、当時、作動位相変調を含むですね、広義のコヒレント光通信方式というのはですね、80年代までは盛んに検討されてましたけれども、構成が複雑になるということとか、LVM ドファイバーの登場によって、検討は非常にスタビルになっておりました。そんな中でですね、2000年代頃から波長多重伝送時に顕在化します、クロスフェーズモジュレーションと言われる、神経効果を介した、分散、波長分散を介したですね、チャンネル間クロストークという劣化に対して、ある程度の耐性が向上できますという報告がなされるようになって、再び注目を少しずつ集めるようになってました。しかしながら、当時はシンボル速度を40ギガビットで適用しようという検討は非常にわずかでしたので、我々のグループもですね、デューティーヒーをか、あー制御可能な CSRET4 を使った RZDQPS 方式というものを検討を進めた結果がこの図面であります。残留分散と行動チャンネルパワーのですね、スイートスポットの大きさを見ますと、共同変調 RZ 信号に比べてですね、こういった RZDPS 系信号を使いますと、非常に伝送特性のスポットエリアが改善するということが分かりまして、その後の 1.6 テラビット級の伝送実験でもその有効性を確認いたしました。また特にですね、遅延検波方式を使いますと、受信機の構成が複雑になるもののですね、受信感度が共同変調方式に比べまして3デシベル改善されるということとともにですね、例えば等温変調で、生じる、共同雑音のようなものはですね、高温モード雑音ですので、こういったバランス受信機を使うことによってですね、等温変調による受信感度劣化というのを抑えることができたということで、そういった遅延検波方式、位相変調、人権方式というものの利点というのに見通しが立ちつつある。ということで、以上の検討からですね、ほぼ当初の技術課題が日共同、日の符号、RF 符号ということでは解決できる見通しが立ってて、国内産業界もですね、IT バブルの崩壊という痛みからですね、少しずつ立ち直りつつあると。ということで、特に日本ではですね、FTTH 等の普及に伴いまして、ブロードバンドサービスが
まあ、急速に立ち上がる時期でしたので、まあ、データトラフィックが立ち上がって、行くというタイミングでですね、40ビットの DWDM システム実用化開発がようやく2004年からスタートいたします。ところが、最後にですね、提案に対ましたのは、変換モード分散という特徴、課題でありました。変換モード分散というのはですね、光通信システムによる動的フェージング、効果で、劣化であります。光ファイバーのわずかな製造時の変身や、ケーブル荷重のストレスとか、温度変動によって、光ファイバーの、に、の、にわずかに生じた副接触によってですね、入射変換によって、分遅延差が生じるということで、それが時間変動を起こすという、現象です。で、この、分遅延時間差の BGD というものはですね、その平均値、PMD で決まる、マクセル分布に従うということが、知られてまして、まあ、システムのです。WDM システムの、危険率を小以下に抑えるためには、まあ、平均値 PMD に F、調整値 F をかけたですね、このあたりまで、伝えられるようなシステム設計をする必要がありました。ところが PMD というのはですね、シンボルレート40ギガの、システムで初めて顕在化する劣化要因でありましたので、シングルモードファイバーが導入された当時は、ファイバーのスペックとして使用化されていない特性ということで、まあ、当初ですね、国内の、まあ、不接ファイバーのサンプリング調査をした限りではですね、あまり大きくない、日本国内であまり大きくないというような結果でしたので、まあ、日のアルト延長方法で対応できるものということで、基調開発を進めておりました。まあ、しかしながら、まあ、全国展開に向けてフィールド調査を進めた結果ですね、ある時代のある条件の光ファイバーについては、非常に大きな PMD を持つということが分かりまして、急遽対応を検討する必要が生じました。まあ、そこでいろいろ検討結果した結果ですね、シンボル速度を、DPS 系方式という、方式、サブリソ延長方式からさらにですね、半分に落とした4値の DQPS 系方式を実用化するという方式判断をいたしました。方式判断にあたってはですね、電子デバイスは、まあ、速度が半分になるという反面ですね、光の1ビットチェーンのチェーン、ケンパ回路に対する性能仕様というのを順に上げるという必要性がありまして、まあ、当時大きな開発インパクトを伴うものでして、まあ、デバイスの開発機関として非常に追い詰められた覚えがあります。また光変調器もですね、マーセンダー変調器をこのようにパラレルに、集積化しまして、日の挙動変調、初動位相変調した後にですね、2分の π ずらして直行位相で合波するといった集積化ベクトル変調器というものを実現する必要がありました。結果としてですね、日の RZ-DQPS 系符号からさらにですね、4値の RZ-DQPS 系符号に変更するということで、図のように、まあ、光のフロントエンドの複雑化して、まあ、本当に実現できるのかという、まあ、いろいろ、厳しい議論がなされましたが、まあ、当時の、その実現にあたってはですね、当時の開発パートナーでありました富士通様や宇和電機様の関係各位にはですね、この場を借りて感謝したいと思います。まあ、このような RZ-DQPS 系方式はフロントエンドの実現においてはですね、まあ、光デバイスと電子デバイスのさらなるですね、高度なハイブリッド実装という技術が求められましたけれども、まあ、現時点で振り返ってみますと、まあ、IQ 変調器というものや、こういった光デバイスと電気デバイスの集積実装という技術はですね、まあ、次世代のデータコヒレントの要素技術の実現を確立するという意味で大きなステップになったのではないかと思います。並行してですね、43ギガビットの、OTN フレーマーの実用化開発も進めました。この事件にあたってはですね、グローバルに部品を展開することを目的に、当初からですね、オープンイノベーションで、関係各社と、各社の技術を用いて、ワンチップ化するというオープンイノベーション形式で実用化を進めました。まあ、結果としてですね、2005年にですね、NTT エレクトロニクスから商用化できたということです。が、この LSI には当初ですね、研究開発用として DQPS 系方式用のですね、作動位相符号間変調回路というものを載せて進める予定だったんですけれども、まあ、実用化が開発中にですね、その機能ブロックを本命に、
したとしてですね、返することになりまして、まあ、この時ばかりはですね、幸の女神がわずかに微笑んだ瞬間だったのかなということで、まあ、エルサイドを、一から作る必要がないという意味でほっとした覚えがあります。まあ、結果としてですね、波長分散は網膜的な可変分散現象、PMD は4地の位相変調符号ということで、500キロ程度のですね、リンクが実現できる見通しになりまして、2006年にはですね、NTT コミュニケーションのフィールドで、アルレット DQPS 系方式を用いた最終フィールド実験を行いました。ファイバーで、導入電装置には使用化されてなかった PMD の統計データを把握することでですね、光通信システムとしては、初めて、タッチ遮動位相変調を適用することでですね、ようやく PMD 特性を、の実課題を克服することで実用化の見通しが立ちまして、2007年には NTT コミュニケーションで 4GB のベースの、WDM システムが実用化することになりました。さあ次のトピックスに移ります。すなわち、現在のコアネットワークされているデジタルコヒーレント、デジタル信号処理を駆使したですね、データコヘレント研判の概要と現状に移っていきます。4GB の高速化ではですね、4地の位相変調というもので信号速度を下げることで、なんとか実用化というものを果たしましたが、PMD というトレアンスを考えた場合にはですね、さらに新しい技術を、導入する必要があるということで、そういった技術革新が、求められていました。そのさらなる 100Mbit 以上のですね、高速化に向けてですね、データコーヒレント方式ということが登場しまして、新たなゲームチェンジが起こります。古典的なコーヒレント通信方式というのは、非常に高感度受信というのができましたが、様々な欠点をですね、克服する新しいデジタルコーヒレント方式というものが、東大の岸先生のグループから提案されました。それは、大規模なですね、データ信号処理を使いまして、波長多重や、動的な変換モード分散といった動的保証をデジタル、ドメインで行うというものです。さらに、従来はですね、多重の自由度として使えなかった変波多重、変波分離というものも同じようにデジタルコーヒーレントの信号処理で実現するということが実験的に示されました。これでは、コーヒーレント研判はですね、最大難しかった極化圧を落とし濃厚の、光学的同期というものを不要としてですね、デジタル版で全てその同期をしてしまおうという非常に革新的なものだったと思います。その実現にあたってはですね、このような公式になりますけれども、光送信機には DA コンバーターや AD コンバーターを搭載した非常に大規模なデジタル信号処理回路が必要だったということと、RLDQPS 方式に比べてもですね、2倍以上の複雑化が光のフロントエンドに必要になるといったことになります。その反面ですね、光の位相情報や振幅情報というのを自由に使うことに道が開かれますので、同じ信号帯域で無線信号と同じようにですね、QPS 系から16カムに、変波多重というものを適用することで2倍、4倍以上の高速化が実現できるということになります。しかしながらですね、AD コンバーターや D コンバーターを駆使した、非常に、当時でいうと1億ゲートのですね、超高速デジタル信号処理回路の実現に向けてはですね、1社だけの開発投資と技術要素では、すべての基本ブロックが揃わないということで、当時グローバル競争にも対応できない、できずにですね、投資回収も難しいということで、総務省様、あるいは NIH の委託研究の助成を受けまして、国内のさまざまな研究機関と密に連携しましたオープンイノベーションを通してですね、各社の技術を一つのチップに、集積するというようなことで、国際競争力を高めたチップがですね、お開発をいたしました。試行錯誤の結果ですね、この DSP が動いたのが、2011年の3月10日ということで、この日はですね、皆さんご存知のように、東日本大震災の前日でして、非常に大きな不幸が起こって、実験機はめちゃくちゃになりましたけれども、動作したということの事実がですね、開発チップにとっては、まさに、幸運の女神が、再び、微笑んだ瞬間ではなかったかと思います。この実験チップをですね、直ちにプロトタイプに組み込んで、2011年の夏にはですね、若手の研究員が泊まり込みでですね、
フィールド実験を行って、その有効性を確認いたしました。当時は NTT コミュニケーションにですね、国のプロジェクトに参画いただいて、関東地区では計画停電が起きておりましたので、関西地区でですね、4ギガビットの検証でも使った、フィールド区間をですね、提供いただいたことを覚えておりまして、改めて感謝したいと思います。その後、発展にしまして、データコーヒーレントは、2017年にはですね、200ギガビットパス容量を持ち、8ワーあたり200ギガビット、運用単位としては、ミマルチキャリアで400ギガビットを伝送できるですね、システムとして実用化されておりまして、再生中継源が500キロ以上のですね、16テラビット容量の中継伝送システムが実現されておりまして、その中には、ダウンロードも、等もですね、スイッチが、実装されたですね、バイオロネットワークが実現されております。このシステムはですね、2010年代の、スマートフォンによるモバイルブロードバンドの急速なデータトラフィックを、支えて、この中のですね、さまざまな、ウェブサービス等も、支えた、基幹システムになっています。デジタルコーヒーレントシステムは今の急速な進化を遂げておりまして、最新の DSP ではですね、シンボルレート130ギガビットの 1.2 テラビットで、距離に応じて800ギガから1.2テラをリーチするような実現ができております。一方で、研究開発レベルでは2テラビットを超えるような実験報告もされておりまして、将来的に200ギガビットを超えるようなですね、シンボルレートの発展が今後も期待されております。それでは最後にですね、今後のダイヤルネットワークの実現に向けた要素技術で、ペタビット級へのスケーラビリティを、検討する最新の研究計画について、簡単にご紹介したいと思います。これは NTT が2019年にですね、提唱した ION 構想の概要です。ION 構想はですね、既存の ICT システムの様々な限界を超えて、圧倒的な低電力、大容量、低遅延な通信サービスを提供する、将来の ICT 基盤の実現を目指しています。それらのインフラの一番基盤になります、ネットワークインフラは、オールフォトニクスネットワークというふうに定義されて、最先端のフォトニクスを適用することによって、実現を、目標にしております。そのような、オールフォトニクスネットワーク、APN にはですね、将来的には 今のですね、システム容量の100倍以上の1ペタビットの容量がですね、この実用システムのトレンドに変わりますと、必要になると考えておりますが、近年の研究からですね、シングルモードファイバーのですね、伝送の物理的な限界がですね、100テラビット付近にあるだろうということが分かってきておりまして、キャパシティクランチと呼ばれていますが、その課題を克服するための新しい技術が、検討されてきております。この場合のシャノンの、定理によって与える通信容量 C というのをですね、チャンネルパラレル数と信号帯 B と SNR でプロットしたものになります。SNR を上げるというような延幅鏡技術や、さまざまな増幅技術、さらには増幅帯域を拡大するという技術はシングルモードファイバーでも今なお検討が進んでいますが、さらにペタビット級に向けてはですね、新しいチャンネルパラレル数を増やすという意味での、空間多重という新しい自由度を持ち込むことでシングルモードファイバーの物理限界を超えて、大量化するという技術が、この10年間ほどですね、検討されてきました。空間多重と呼ばれるもので、具体的にこの N というのをリニアに、増加するというものでして、シングルモードファイバーのコアのパワー密度を下げる、ストラテジーとして、1個の、ファイバーの中に、複数のコアを有するマルチコアファイバーを使ったシステムや、モードフィールド径が太いですね、マルチモードファイバーを使って、モード多重ということをすることによってパワー密度を下げて、なおかつ、モード多重分離を前の信号処理で実現しようとするようなアプローチになります。通信学会ではですね、2010年に、これ SDM 技術を、検討する、エグザット研究会というのが設立されて、今年で15年目になりますが、去年はですね、2コアファイバーを使ったですね、回転システムケーブルの実用化がついに始まっております。
最新のですね、研究成果は、ITT ジャーナルの6月号に、この15年との目がまとめられておりますので、興味のおありな方はですね、ご参照いただければと思います。NTT でもですね、NTT の NICT の委託研究や総務省の国際プロジェクトのご支援をいただきまして、マルチコアファイバー技術とデータコヒレントを駆使して、様々な帯域と多重数という掛け合わせでですね、世界初の1ペタビットというのを実験実証に成功しております。しかしながら、こういった多重技術をですね、有効に使うという意味で WDM 技術の発展を振り返りますとですね、例えば96年には18兆10ギガビットのシステムというのが初めて実用化されましたけれども、この同じ年にですね、研究レベルでは、世界初の1テラビット級の WDM 伝送技術、実験というのが各国で発表されました。しかしながら実際に1テラビット級の実用システムというのが本格導入されたのは、それから7年後の2003年にありました。そのタイムラグの理由はですね、1波長あたりの送信装置を非常に小型化、低電力化してですね、小脳サイズに経済的に収めるという、シリコンの LSI の技術であるとか、フロントエンドの高性能化の技術と、集積化の技術というものが、の発展が必要だったということが言えると思います。同様にですね、空間多重のシステムを書いてみますと、媒体の進化のみならですね、ノード装置や、トランスポンダーといった中継装置、送信機の、飛躍的なですね、小型化、低電力化というのは必要になると考えます。その実現に向けてですね、現在データコムところでの適用が進んでおります。高電位網技術というもののさらなる発展によってですね、このような技術課題が発展、解決、はた、発展することでですね、テタビット級の、空間多重システムというのは実現できると。に考えております。以上をまとめますとですね、本講演ではで、近年の大容量光通信システムの研究が実用化の経緯を、当時の時代背景を踏まえましてですね、私が直接関わった3世代にもあって外観いたしました。電電公社の通信研究所の初代所長だった吉田五郎氏はですね、地の泉を組んで研究し、実用化による世に恵みを具体的に提供しているという言葉が残されておりまして、今の NTT 研究所に気づかれています。常識をですね、打ち破るいくつもの常識がですね、アイデアを創出する過程というのを研究開発すればですね、実用化はそのアイデアの中からですね、実用化に耐えられる、技術を選び抜いて、誰もが常識と思える技術に、商用化するというプロセスかと思います。結果としてですね、機械通信システムというものはこの40年で世界中のですね、ライフスタイルを大きく変革してきたように思います。これらですね、普段のプロセスを今後回していくことで、本分野においてです、今後ともですね、知恵と、知識という知の泉がですね、満たされつつですね、本学会はですね、未来を切らひ開くでゆりかごということであり続ける存在であるということを期待してですね、私の講演を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。宮本様、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。それではですね、もう余す時間も少しでございますが、Q&A 届いております。私の方で読み上げますので、どうぞご回答くださいませ。読み上げます。宮本さん、一連の開発の歴史、丁寧にありがとうございました。大変勉強になるとともに、圧倒的な技術、大変感銘を受けました。質問ですが、近年光の技術は長距離大容量だけではなく、データセンター内や車の中とか多様なニーズが出てきていると思います。その中で日本の残る戦略をお教えくだありがとうございます。さい。デバイス自身はどんどん中国等に移動して作れなくなっています。よろしくお願いしますということです。そういういろいろな部分もありますけれども、例えばデジタルコヒレントと取ってみればですね、コアネットワークだけではなくて、データセンター用にですね、特化した設計というのは当然進んでおりまして、そういったマルチパーパスのですね、
信号処理技術というのは、日本が今でもトップレベルにあると思っておりまして、そういった部分を膨らませていくことでですね、送信技術の、フロントエンドの、集積化技術というと、ともに相まってですね、データコムや、コアネットワークはもとよりですね、例えば最近ではノンテレストリアルネットワークへの光通信応用というところにも発展していくのが道があるのかなと思っております。よろしいでしょうか。丁寧にお聞きください。どうもありがとうございました。本当にですね、長い時間ではございましたけれども、充実したご講演とですね、Q&A ができましたので、どうも皆様のご協力ありがとうございました。ちょうどですね、終了の定刻16時となりましたので、これにて本日のセッション、ウェビナーを終了とさせていただきます。皆様、ご清聴ありがとうございました。ご退席ください。宮本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今、届きましたか？質問がもう一つ届きましたので、続けます。もう一つ、たった今届きました。今までのご経験を踏まえると、オープンイノベーションを成功させる鍵は何であったでしょうかというご質問でございます。いかがでしょうか？一つはですね、やはり、目標をですね、共有すると、最終ターゲットの目標を共有して、そうだねという合意を作るということと、これは一つ大きなポイントかなと思います。あともう一つはそういった、連携を組むときにですね、我々が提供できる技術と相手が提供できる技術というものが非常に強い競争力を持っているというところが、やはりオープンイノベーションを成功させる、最も大きなポイントになります。ただ、いろいろ揉めることもあるので、結局、一番大事なものは、目標を共有して、信頼関係を築くというところが一番大きな成功のポイントではないかなというふうに思います。ご回答ありがとうございました。ご質問くださった方もありがとうございます。それと一点、私の方で補足させていただきます。1番目のご質問ですね。車の中ではデータセンターのニーズの中で日本の残る戦略を。これ、ご質問なさったのは、東海会長の山中先生でございました。山中先生が最初、チャットの方にお書きになって、その後事務局が、匿名希望で Q&A に書いたので、私の方でお名前の読み上げをちょっとためらったんですけれども、今、そういうふうに事務局から連絡がありましたので、ご紹介させていただきました。最初のご質問は、東海会長の山中先生よりでござい山ま中し先生、た。どうもありがとうございました。それでは皆様、よろしいですかね。結婚の身の質問もどうもありがとうございました。これにて終わりとさせていただきますので、答えてください。